えー、はい、おはようございます。笹田でございます。えー、本日、月末、もう連日あの、大残業で、なんとか、なんとかあの、仕事が間に合って、今日無事に終わる予定、えー、です、えーまあ。ちゃんと無事終わらせてからなんですけども、ちょっとほっとしておりますが <laughs>、えー、11月忙しいんですね。それで、えー、っと、今朝あの早起きして仕事今片付けたところなんですけれども、 えー、ひょいと見たらね以前スリスプなんですけどもフォローそれあフォークしてもらってるのなフォークしてもらってスターをつけてもらっている方がいてどんな方だろうと思って見たら、えー、この方ですねラビスリニバさんっていうのかなうんちょっと読めないだけどこれでこっち あのレッドハットインクに所属してる方んでしょうかね。ひょっとしてなんて思ってたんですここ,ここにレッドハットインクって書いてあるから、えー。ということはひょっとしてレッドハットに関わりのある方なんかもしれない。でフォークまでしてもらってるんで。 夢は広がるのですが、ひょっとしてひょっとして、あの有名どころのレッドハットに、ですねイーザイー s リスプーがあのディストリビションディストリビューションの中に標準パッケージで入ってくれたら嬉しいよななんて思ったんですよね。 あの他にもね、ウブンツだ,のだとかミントだとか有名どころね、あとラズベリーパイとかのラズビアンですけども、あそこにね、標準でね、入れてもらえないかななんてずっとこう、あのが狙ってるっていうか、願望で,で、いろいろアピールはしてるんですけどね、えー、どんななりますかねなんて思ってます。えー、で、あの前にも何回言ってますけど結局、あの私、最終的な願いはですね、 特に子どもさんたちですよね、中学、高校が一番その多感で知性がどんどん伸びていくときに、その子どもさんたちにです、ね、リスプ、プログラムを知ってほしいので、すね、えー、これがその将来プログラマーになるとかならないとか関係なしに、ですねものすごく知性に刺激を与えてくれるはずなんです。なぜななぜららら私私ががそうだったからです私はおそまきながら20 2か所間の時にようやくリスプという存在を知ってなんじゃこれはってものすごいこう知的ショックを受けたもんですから。 えー、そ,それをもっと早いあの高な時期に刺激を受けられたらどれほどその、えー、知性、個性を伸ばせるだろうって思うのですね、でそのためには、えー、と無償であの配られるのがいいから、Linux 系がいいなと思っていて、であと、p 4 0 0みたいに 1, 1万円ぐらいで買える、100ドルぐらいで買える、えー、とパーソナルコンピューター、あれラズビアンですけども。 えー、あれに乗っかればあの広くいろんなところで、えー、子どもさんに使われるようになるんではないだろうかななんていうふうに前から期待をしているところです。じゃあどうなりますかですけどね、えー、とあとはお金ですよあの、まあ、多くの先進国の家庭では100ドルのパイ400を買うぐらい どっないって家庭が多いと思うんですけれども、本当、あの貧困国に行くとね、えー、パイ4 0 0ですら買えないなんていう国、家庭だってあるかと思うのです、まあ、そういうところにね、せっせと寄付できるようにね、パイ4 0 0を、もう超のつく大金持ちになれたらね、もう本当に言うことなんですけどね <laughs>、なんてことをねあの、考えてます。イーロンマスクさん助けてくれなないかな はい、えー、そういうことでよろしくお願いいたします。